そういえば最近あんまり万民堂に行ってないよな。急に辛くて美味しい料理が食べたくなってきたぞ。万民堂に行ってみないか。お、屋台のとこにいるやつってもしかして。うん、旅人とパイモン、お前たちも来たのか。エイヒとシノブ、二人とも、なんでここに座って鍋を食べてるんだ。いやいや、万民堂はこの2日間休業してるんだ。それにソニオバと万民堂の料理は味が全然違うから、交互に来て食べるのがいいんだ。休業？どうして急に休むんだよ。それは私たち荒滝派のせいだ。最近同文学塾の生徒が宴会を開くとのことで私を誘ってくれてな。経歴で言えば縁石先輩は私たちの大先輩にあたる。だから宴会の場所は縁石先輩が決めてくれることになったんだ。ただ私たちは人数が多すぎた上に、親分はよく食べる、食べすぎて万民堂にある1週間分の食材を2日で全て平らげてしまったんだ。ウー師匠は疲れはしていたけどいい笑顔だったよ。おそらくここ半年で一番大きな売り上げだったんじゃないかな。1日2日じゃ食材の補充すら終わらないかもしれない。物資使い野郎も来てるのか。全然見かけなかったけど。私が同期に会うと聞きつけ、親分は興奮して、忍の同期は俺様の同期だとついてきたんだ。親分に同期がいないのは置いておくとして、多分前回リーウェに来た時食べ足りなかっただけだと思う。でも忍たちと一緒に来た花門玉将、彼はなかなか賢いな。気づかなかったかもしれないが、忍が同期と話している間、彼はウー師匠の手伝いをしていたぞ。リーウェの料理を学びながら作っていたようだ。玉将の性格からすると、新しい料理を学んでオニカブトムシの餌を強化したいってところだろうな。花門玉将、なんか聞いたことある名前だな。確かずいぶん前に牛使い野郎が虫相撲大会を開いてたような。そう、パイモンは記憶力がいい。あの時大騒ぎになりかけた虫相撲大会が終わってから、玉将は荒滝派の盟友となった。よく親分と虫相撲の練習をしたり、オニカブトムシの育成戦略について相談したりしている。玉将のおかげで親分が以前なら気にも留めないような真面目なことを虫相撲を理由に取り組めるようになって、私も随分と安心した。万民堂が休業しているこの数日間、ウー師匠の絶品料理に恩返しすると言って、彼らは食材の調達を手伝っている。ついでにオニカブトムシの力を強化できる食材がないか調べているみたいだ。まあ今頃シャンリンとグオパーと一緒に幸運閣あたりで美味しいカニを探しているんじゃないか。彼らと気が合うと思うよ。グオパーもイットが連れてきた赤紅一緒、そして玉将のなんとかなんとか虫友達になったみたいだしね。でも食材を探しに行ってから結構時間が経っているし、そろそろ帰ってくる頃合いじゃないかな。外で楽しく遊びすぎて騒ぎを起こしていないだろうか。お前らの話を聞いてたらオイラも興味が湧いてきたぞ。幸運閣のカニってどんな味だったっけな。なあ、オイラたちも見に行かないか。手伝ったらもっと早く万民堂の料理が食べれるはずだ。ついでに
使い野郎と花門局長が何か新しいことを企んでないか確かめてこようぜ。二人も行くのか。いいじゃないか。旅人とパイモンはイットと気が合うなってずっと思っていたんだ。イットのやつ、お前たちの意見をよく聞きたがっていたよ。先輩の言う通りか。では旅人とパイモンに頼もう。最近辛いものを食べ過ぎたからだろうか、なんだか体が熱いような。おや、熱中症かもしれないな。それか気温が高すぎるか。冷たいお茶を買ってくるよ。体温を下げないとな。カニには硬い甲羅とたくさんの足がある。見た目からして戦闘力が高そうだし、オニカブトムシと同じようなもんだろう。きっとオニカブトムシのいいライバルになれる。その通りだキヨ。カニが理論上どんな系統に属していようと、こんな相手と戦えばオニカブトムシもきっとすぐに強くなれる。じゃあ赤紅一緒と混合振動メンムシ王には周りのカニをみんなひっくり返すようたくさん頑張ってもらおう。そうすればあちこち追いかけ回さずにただ拾えばいいだけだしね。ララララララ。どうやらすっかり仲良しみたいだな。あれ、旅人とパイモン、幸運閣に気晴らしに来たの？こんにちは、シャンリン、グオパー。本当は万民堂でお腹いっぱいになろうと思ってたんだけど、エンヒとシノブから万民堂がしばらく休業するって話を聞いて、何か手伝えることはないか様子を見に来たんだ。その気持ちが嬉しいよ。ここ数日はイットさんと玉将2人の助っ人のおかげで大体の食材の調達はできたんだ。あとはこの新鮮なカニが足りないだけ。問題がなければ赤紅一緒と混合振動メンムシ王のお手伝いでちゃちゃっと解決できそうだよ。問題がなければね。ベビービショップ岩だ、気をつけろ牛使いやろ。あと花角玉将も。待ちな、俺様がいる以上慌てる必要はねえ。あのデカブツにも硬い甲羅がある。足は多くねえけどゴロゴロできるし戦闘力は高えだろう。オニカブトムシのライバルになりそうだな。そうだなキヨ。あんな相手と戦えばオニカブトムシの力は限界にまで達するはずだ。あいつら本気か。あのベビービショップ岩、見覚えがあるよ。いつも近くの小島でゴロゴロ転がってて、水晶島バンバン旋風って呼んでる人がいた。幸運閣では有名なビショップだね。だって誰かがあいつの住んでる島に上陸するといつも頭で人をバンバンってするんだ。すっごく凶暴なんだよ。なんでそんなに詳しいんだよ。キヨ、待ちたまえ。俺が先陣を切り敵将の実力を探ろう。かかれ
金剛神止め虫よ、あいつの全力を引き出してやれ。金剛神止め虫よ、一撃で戦いを終わらせただと？ありえねえ、絶対にありえねえ。玉将、どうやらあいつの実力はバカみてえな見た目とは違うみたいだ。俺らも本気を出さねえと。俺様の観察によると、あいつは体がでかすぎて攻撃が大振りだ。当たらなければどうということはねえ。俺らの鬼カブトムシは機動力で有利だ。さあ赤紅一将、あいつの手足と尻尾を下げ攻撃するのは弱点のはなあ。キヨ、俺がもう何匹か虫を出して援護しようか。え、あ、うん、その…待て、グオパーが走ってったぞ、危ない。レレレレー、あのビショップ、グオパーの言うことを理解してるみたいだな。あ、ビショップがそのまま行っちゃったぞ。さっきパイモンがどうしてそんなに詳しいのかって言ってたけど、以前コウンタクにカニを取りに来た時、水晶島バンバン旋風がグオパーを見るや見なや一撃をかましたんだよ。そしたら逆にあいつの方が気絶しちゃって、私たちが帰った後何週間も姿を見せなかったんだって。さっきの様子を見るに傷は治ったみたいだね。兄貴のお姿がただならぬものであると俺様は感じていたが、まさか気迫だけであれほどの強敵を撃退してしまうとは。まさに俺様の理解を超えた究極の強者。ああ、クオパー兄貴はあの強い甲羅生物に即撤退するよう直接命令を下したようだ。先ほどグオパー兄貴がカニを捕まえた時も手慣れた動きだった。となるとグオパー兄貴は甲羅生物を引きつける何かしらの力があるらしい。つまりグオパー兄貴はきっと隠れ虫相撲マスターに違いない。オニカブトムシを正確に指揮し、一挙手一投足を繊細にコントロールできるはずだ。レ、うん、そうか、確かに一理あるな。さすがは俺様の新たき派の盟友だ。グオパーニキからさっきみてえな甲羅生物に指示する技を学べば、虫相撲界でもはや天下無敵、天変地異を引き起こすほどの境地に達するぜ。ひとまずグオパーがそういうの分かるかどうかは置いといて、カニをあまり長い時間放っておいたら新鮮じゃなくなっちゃうよ。そしたらここに来たのも無駄足になる。そうだぞ、節会野郎、早く帰れって忍が呼んでたからな。オイラたちもご飯を食べたいしさ。ああ、待て、いつの間に二人増えて。ああ、俺様のダチ子、キヨの右腕、そして空飛ぶ、空をかける白鉄チビスケ、お前らに俺様の失態を見せちまって情けないぜ。自分を情けなく思うなよ。オニカブトムシがベビービショップ岩に勝てるわけがないだろ。お前がガンガンって殴った方が早いんじゃないのか。でもよ、ダチコウと白鉄チビスケ、聞いたことがあるぜ。お前らに敗れた人は数知れず、その中には凶暴な大物もいたってな。お前らには最初からそんな大物より実力があって、そいつらに
100% 勝てるっていう自信があったのか？もともと勝てない目標に向かって努力するのは潜在能力を全て引き出す正しい道じゃねえか。そうすることで想像以上の強い自分になれるんだ。一回背を向ければ次も背を向ける。最初から自分を信じていないと自分をがんじがらめにして最終的には臆病でつまらないやつになっちまうぞ。しつかい野郎のくせにどうしたんだよ。なんか一理あるような。どう言い返してやるかとっさに思いつかなかったぞ。ルー、ねえ、グオパーがお腹すいたみたい。水晶島バンバン旋風はいなくなったことだし、あなたたちの鬼カブトムシもしばらくは休憩が必要でしょ。ここに突っ立ってにらめっこしてても仕方ないんじゃない？料理人の姉さんの言う通り、グオパー兄貴のような強者に教えを請うには俺たちの力じゃまだまだ足りない。レーレ、ちょうどこの辺りで舞踏大会が開催されると聞いた。精鋭揃いで空気中に強者の気配が漂っている。演舞台を設営し、俺がリーゆえの虫相撲の強者を招待して虫相撲の修行をしよう。きっちりと腕を鍛えた上でグオパー兄貴に指導してもらう。グオパー兄貴の指導を受けたらまたあの甲羅生物と対戦できる。いいのか悪いのかわからないけど、急に強烈なデジャブを感じたぞ。お、おー、わかったぜ玉将。俺らがずっと準備していたあの計画を実行する時が来たんだな。今こそある時ギラギラ虫相撲大修行を開催する絶好のチャンスじゃねえか。まさにそうと決まれば来よう。早く演舞台を準備するぞ。おいおい、まだ話は終わってないぞ。まったく自由気ままなやつらだぜ。あらたきなんとかかんとか虫相撲なんとかって、あ、なんだっけ、前に花門玉将が言ってた虫相撲大会のこと。店が忙しくなければグオーパーを連れて見に行こうかな。でも今は新鮮なカニを調理するのが一番大事だし、私たちは先に帰ろう。確か忍が言ってたけど、荒滝派がリーユエに来たのって忍が同期の集まりに参加するためだったよな。急に虫相撲大会なんかやりだしたら忍の計画がめちゃくちゃになるんじゃないのか。とりあえずシャンリンと万民堂に戻るとするか。今の状況を忍に伝えようぜ。それ。旅人パイモン、それにシャンリンとグオパーも。あれ、なんか二人減ってないか。親分と玉将、また何かおかしなことをしているのか。それは後で話すよ。カニを冷やしてる無氷花の数いがもう持たなそうだから、まずはこの新鮮な食材を料理しちゃおう。旅人とパイモンはお客さんだし、ごちそうを楽しみにしてるんだから、今すぐ料理を始めるね。食べながら話そう。
新たきギラギラ虫相撲大修行。またわけのわからないことを。今回は私らがお客さんなんだ。勝手なことをさせるわけにはいかない。私はあいつらを止めに行くよ。ふふ、私は結構面白いと思うけどな。そう気にしなくていいんじゃないか。虫相撲大会、なかなか良さげな催しだ。リーウェ回転測令概要によれば、そういった催しは総務省直下の部署に報告するだけで開催許可がもらえるぞ。もしかしたらこの催しでもっと多くの友人に出会えるかもしれない。次にリーウェに遊びに来た時、いろいろな友人を呼べるようになるはずだ。そうだね。私のお店にもたくさん来てほしいし、楽しく食べて思いっきり遊ぼう。レイ、エンヒ先輩、シャンリンさん、そしてグオパーさん、もう次の予定まで考えてくれているのか。でも新たき派の資金が。もちろん楽しいことは大事だ。多くの旧友に会ってみたり、新しい友人に知り合ったり、集まって話したり、肩の力を抜いたり、楽しいじゃないか。そうだ、ちょうど総務省に用事があるんだ。ついでにイットの件について知り合いに聞いてみよう。手分けして行動しようか。お前たちは会場の設営をしにイットを手伝ってくれ。少ししたら私が催しの許可をもらってくる。エイヒ、すっごく楽しそうだな。もうイベントの準備を始めるなんて。エイヒは前にも料理王決定戦の審判を務めてたし、人脈も広いの。こういう賑やかな催しの専門家とも言えるんだ。最近休暇中のようだし、しばらく会ってない後輩が遊びに来てくれたから、きっと楽しみたいんだよ。もうここまで来たら資金の問題を口に出せないな。直接親分をどうにかするしかない。旅人パイモン、さっきは手間をかけさせた。次に会う時にはなるべく謝礼を用意するよ。お、オイラたちがついてかなくていいのか。牛使い野郎がオニカブトムシで、あのベビービショップ岩をやっつけるつもりなら、やっつけた後どうするのか、かえって気になるけどな。そういえば確か前回新たき極意堂々虫相撲大試合をやった時、あんたたちも結構関わっていたな。関わったってほどじゃないぞ。ただ何回か虫相撲で遊んだだけだ。まあ楽しかったけど。じゃあ親分の趣味嗜好もよくわかってるはずだ。私よりうまく説得できるだろう。任せてよ。でもさ、オイラたちが牛使い野郎を説得する必要はなくないか。まあ今月の収入は想定を超えてるよ。お父さんが食材を買って帰ってくるまでまだ結構時間はあるから、私たちゆっくり休めるね。これから通常営業に戻るから、もうこの間みたいに忙しくないと思う。私たちも暇な時にイットさんの虫相撲大会に遊びに行こう。レイレイ、早く。おい親分、リーウェで楽しく騒ぐのもおしまいだ。一緒に帰るぞ。シノブ、ちょいと待て。聞いてくれ。聞かない。もう金はない。今回あまりにもリーウェに長居してしまった。帰りの船の切符を考えると、
新滝派の残り資金は二桁のモラしかない。大会なんてできるわけがないだろう。遠視先輩が手続きを進めてくれてはいるが、まさか先輩に出させるつもりじゃないだろうな。収拾がつかなくなる前にさっさとやめろ。こいつ、今回は状況がちげえんだよ。いつもならお前の意見を聞いてやってもいいが、荒滝派の虫相撲最強王者二人があの野郎に負けたんだぞ。ほら見ろ、演舞台まで準備できたんだ。今逃げちまったら全虫相撲界の笑いのネタにされちまうじゃねえか。あんたらが虫相撲で負けたのは1回や2回じゃないだろう。私が適当にやっても親分に勝ったことがあるんだから、ベビービシャップ岩に負けたのなんて気にする必要はない。忍ぶてめえ、それはもう昔の話だ。今の俺様はな、とっくに全ての虫相撲選手を凌駕してんだよ。あいつを倒すってのはほらじゃねえ。信じねえっつうなら戦え、証明してやる。いいだろう、やはり私が親分をどうにかしないと。花門玉将、私と親分に虫を一匹ずつよこせ。その後親分のやり方で任して、うんともすんとも言えなくさせてやる。私が勝ったらあんたらはおとなしく私と帰るんだ。これ以上遠視先輩に迷惑をかけるわけにはいかない。忍の姉子、キヨ、俺本当にやんのか、この気迫。まさか忍がこんなにマジになるとはな。じゃあ空をかける白鉄ちびすけ、お前が忍の前に立て。私とパイモンが虫相撲？ふふん、これにはちっとも驚かないぞ。牛使い野郎の次のセリフは、器用に挑むにはまずは空をかける白鉄ちびすけを倒せだな。そうさ、空をかける白鉄ちびすけは俺ら荒滝や虫相撲の主力だが、俺様に比べるとまだまだだ。忍にはこのちびすけを倒し実力を証明してもらう。でもオイラはやめとくぞ。なーに、人に迷惑ばっかかけるのは良くないってオイラでもわかるぞ。それにモラがないならなるべく節約しないとな。オイラたちがお前を助けたらエイヒに迷惑かけちゃうし、忍に借りを作ることになるだろう。それはまあ一理あるけどよ。だが俺様だって計画を考えてんだ。資金がマジで足りなくなったら夜勤で働いて昼間は虫相撲をする。給料でこの大会の資金を賄うんだ。そうだ、前にも玉将がいくつか悪くねえ仕事を見つけてくれたからな。力仕事で頑張れば報酬は交渉しやすい。俺様にうってつけだ。よく言った。お前が覚悟を決めたんならオイラたちももう何も言わないぞ。まったく仕方ないな。計画は計画でしかない。他人に迷惑をかけないのが一番だ。まずあんたらは私を倒さなければならない。親分はパイモンを使って私のオニカブトムシの体力を削りたいんだろう。たとえその話に乗ったとしてもそう簡単にはいかないよ。まさか負けた？危なかったぜ。
とちょっとで忍にやられるとこだった。おお、ソロをかける白鉄ちびすけが一発で忍に勝てるとは、はあ、まさかおめえマジで虫相撲の天才か。これで忍の姉子も新たきギラギラ虫相撲大修行の開催を認めてくれるな。しばらくやっていないとこうも鈍るか。仕方ない、この件はひとまず認めよう。でもなるべく費用を抑えるのと、演出先輩に任せきりにするなよ。親分、自分の言ったことは守ってくれ。夜勤をして大会の資金を稼ぎ、昼間に大会をやるんだ。それにとっくに帰りの船を予約してあるから、できても数日しか後ろにずらせない。時間の余裕からして 4,5 人と対決できればいい方だ。あまり欲張らないでくれ。ああ、絶対必ず有言実行だ。安心しろ、忍。じゃあ私は港に行ってくるから、あんたら費用は必ず抑えろよ。たった5回の虫相撲対決でグーパー兄貴に認められるくらい成長し、さらに兄貴に教えをこい、あの調子こえたやつを打ち負かす。忍のやつとんでもねえ難題を出したな。でもこういう挑戦しがいのあるやつが一番燃えるぜ。安心しろキヨ、付近にいる虫相撲の強者をきっちり調査してこの大会に来てもらう。リーユエに来てまだ間もないとはいえ、俺は確信している。この広大な国には類稀なる強者たちがゴロゴロいること。毎日一人確保するくらい何の問題もない。騎王の右腕殿下と空をかける白鉄ちびすけ様については、オイラたちは忍の説得に協力したんだぞ。お前たちの慌てた顔を見ればわかるぜ、忍にはかなわないんだな。そう、それはだな。俺様、いつか二人にふさわしい贈り物を探してきてねぎらってやるから、俺様を信じよ。騎王の右腕とソロをかける白鉄ちびすけも暇だったら見届けてくれ。俺様、真剣虫相撲大騎王が数日以内に限界を突破し、グオパー兄貴に認められ虫相撲史に伝説を残すまでの全過程をな。はっ、いいぜ。じゃあオイラたちが見に来てやるから見せんなよ、お前がボコボコにやられてるところをな。皆さん、私伝承絶が新たきギラギラ虫相撲大修行のために正式な告知板を持ってきましたのでお受け取りください。こちらが今回の催しの許可証でもあります。うわ、これは虫使い野郎の赤紅一緒か。だいぶ誇張してるな。いいじゃねえか、俺様の傑作ほどではないにしろ、見ろよこの構図、この線、そして堂々たる気迫、完全に虫相撲の強者としての俺様の威圧感を体現してるぜ。そこのリーウェイの人にはどんな継承を使うんだっけか。体型、それだ、そこの体型、いい絵だ。新たき派として感謝の限り。滅相もありません、あなたき派親分様。私伝承絶は一回の講談師に過ぎません。この告知絵はですね、総務士のとある女性が書いたものです。彼女は普段縁妃さんの世話になっていて、
このような催しがあると聞き、自ら申し出て素敵な作品を作られたんですよ。エイヒさんの贈り物だったんだな。第四陣はここまで想定していたのか。神みてえな洞察力だ。花門玉将さんから聞きましたが、新たきギラギラ虫相撲大修行は志の高い修行であり、非凡な意義をお持ちだそうですね。私は虫相撲の専門家ではありませんが、以前からこれに関連する講談をたくさん聞いていたので、ずっと挑戦してみたかったんです。もしかしたらそこからひらめきを得て、いい物語を書いて町の皆さんに聞かせることができるかもしれません。虫相撲には才能も重要だ。例えば空を駆ける白鉄ちびすけ様を始めたばかりなのに、並外れた実力を発揮できる。伝承説体系が虫相撲の楽しさを理解してくれたら、講談の形で大いに告知してもらえるかもしれない。いいことずくめだな。それじゃあ伝承説体系、なんて言うんだっけか、どうかご指導を。新たき派の得意とする虫相撲はこれほどまでに激しい戦いに発展するんですね。確かに人を引きつける物語を作り話すことができそうです。伝承説体系高じけない、楽しい戦いだったぜ。片じけないだよ、キオ。細かいことは気にすんな。とにかく伝承説体系の助力に感謝する。新たき派親分様もお疲れ様です。私は大会期間中引き続き虫相撲を見学し取材させてもらいます。どうぞ皆さんで思う存分楽しんでください。私のことはお構いなく。本当に礼儀正しい相手だったな。俺様は頭が痛いぜ。虫相撲以外の知識でも勉強になった気分だ。どうやら今回の新たきギラギラ虫相撲大修行、いい幕開けとなったみたいだぜ。